踊りについて紹介させていただきます。盛岡山笹踊りは毎年8月の1日から4日まで開催される。勇壮な太鼓の音色と華麗な踊りの群舞が魅力の東北を代表する夏祭りの一つでございます。42回目を迎えました昨年は4日間で253団体、3万5500人の方にご参加いただき盛大に開催されました。盛岡山笹踊りの起源は盛岡市那須川町にございます三石神社の三石伝説に由来していると言われております。その昔、南部盛岡城下に羅刹という悪い鬼がたびたび現れては大変な悪さをして暴れておりました。困り果てた里人たちが三石神社の神様に鬼の退散を祈願したところ、神様は願いを聞き入れ、鬼を捕らえ、もう二度と悪さをしないよう誓いの証に大きな三つの岩に手形を押させました。岩に鬼の手形、岩に手形岩手、これが岩手県の名の由来とも言われております。鬼の退散を喜んだ里人たちが大きな岩の周りをさんささんさと喜んで踊ったことが盛岡山笹踊りの始まりと言われております。また踊りの合間手にさっころちょいわやせという掛け声がございます。このさっころを漢字に書き表しますと幸せ、呼ぶ、来ると書きます。本日ご来場の皆様に幸せが訪れますよう踊らせていただきます。それでは最後の演目となりました十二拍子、どうぞお楽しみください。